私を阻む者は誰です。作戦開始しながらはマナのビルで攻撃さ、とくとご覧あれ。ここでちょっと待ち上がってください。あなたを倒せるわ。これさえあれば。ジェシカ、今すぐそれを停止させやがりなさい。分かっていやがるでしょ。それはあなたに扱えるような代物じゃん。何を言っているの。今はとってもいい気分よ。だってようやくあなたを殺せるんです。マナは私を阻む者は誰です。私に任せてください。絶対に奴ら逃がさねえで。マナ、戻れ。ジェシカ、活動限界です。これ以上は。私は負けない。もう負けない。私はもちろんですよ。それは
き。さあさあ、私を阻む者は誰です。誰かと思えば、病院で安静にしていればいいんだ。死にますよ。少なくとも私の前に立つのなら確実に。まあいいでしょう。早速終わらせましょう。目標確認。ほう。危険対象発見。そういう件。はあ、目標捕捉。ターゲットロックオン。ターゲットロックオン。くれました。私の体に傷をつけた人間は生涯で2人目です。アイク、はっ、すぐに向かいます。時間切れのようです。あなたは運がいい。させない。その時間、いただきますわ。では参りましょう。私たち、狩りの時間ですわ。あら、また失礼しました。その時間、いただきますわ。愚かな人間どもよ、姉上様の怒りを受けろ。お姉様の命令です。リザードさんはみんなやっつけます。執行。お姉様の命令は絶対です。
は遊びたいんですよ。なりなさい。ごき。ですね。なんでそうまでして頑張るんです？どうせそのうち諦めるでしょうに。ああ、そうだ。じゃあこうしましょう。今ここでトウカさんのことは諦めるって言ってくださいよ。そうしたら私の声であなたの好きな女の子をあなたの言いなりにしてあげますよ。いつまでも見え張ってんじゃないですよ。どうせ人間の好きだとか大切だなんてその程度のものでしょ。なんでそこまであの子にこだわるんですか。人間にそれ以上の価値なんてありません。あなた、どうしてそれを。ふざけないでください。あなたに一体何がわかるって言うんですか。なんで私がそんなこと。しつこいですね。私には歌しかない。それは最初のきっかけは確か幼稚園のお遊戯会で先生に歌を褒められた時でした。あれか15歳の時、オーディションで宵町月乃という名前で念願のアイドルとしてデビューしました。すべて憧れた通りの人生を送られると思いました。それなりに人気が出た頃、マネージャーに聞かされたんです。あるテレビ局のプロデューサーが私を気に入って、だから仲良くしなさいって。明確に指示されなかったんですが、要はそういうことです。もちろん断りました。でも、それからしばらくして、身に覚えのないスキャンダルが週刊誌に載せられたんです。今までファンと思ってた人たちは、私を捨てました。それから心因性の失声症で私は二度と舞台に上がることはできませんでした。私は何度も自殺を考えました。でもそこに神様が現れてこの声をくれたんですよ。ひとたび歌えば人を虜にするこの最高の声を。何ですか？私がピンチの時にも助けに来てくれるって言うんですか？
決まって